まあ、画家っていうものがあるって知った時に、まあ、絵を描くのが好きだから画家になろうと思って今に至るんですけど、ただなんかもうそれしかないからずっとやってるっていうだけなんですけど。絵しか描けない、でも絵なら描ける。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家木原千春。1979年山口県生まれ。その自由な作風で数々の賞を受賞する画家。彼女が描くのは動物たちの命の鼓動。こう生命力だったり生きる喜びとか、なんか興奮、そういったものを作りたいなと思ってやってるので、まあ、自然と動物とかそういう力強いもの、原初的なものを選んでやってますよね、無意識で。それは時に荒々しく、時に繊細に、本能の赴くままキャンバスに色を重ねる。手で描いたり、ハケ使って描いたり、筆使って描いたり、なんかこう見えてるもの、描きたいような感じるものが、欲したものをチョイスしてやります。無意識で選択して描いてる感じですよね。こうして生まれるのは、色の洪水の中に確かに息づく動物たちの命である。時に多分自分のその感覚なんでしょうけど、何かぐわってこう動き出したというか、こう解放されて、今みたいにこう描けるようになんか急になった感じですね。そっからなんかまた楽しくなったんですけど、描くのは。描くことの楽しさは彼女を新たな挑戦へと導いていく。こういうのやってみたらっていうのを勧められてやったのがこうきっかけなんですけど、でも私の制作って一つのところでずっといないというか、なんかつまんないじゃないですか、それって。つまらないから常に新しいことを追い求めたい、そんな木原千春のブレイク前夜。色彩がもともと魅力的だから、その力をさらに引き出せるように自分のその表現で描こうと思ってるんで、まあ、いろんな人に見てもらいたいなっていう思いはありますよね、どうせなら。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家飯島桃代のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。